パンアメリカン航空845便、離陸衝突事故とは、1971年7月30日に、パンアメリカン航空のロサンゼルス国際空港発、羽田行845便、ボーイング747から121が、途中経由地のサンフランシスコ国際空港での離陸時に発生した事故である。死者は出なかったものの重軽傷者が29人発生し、 ボーイング747の人身事故としては初のケースとなった。なお事故機はボーイング747として世界初の商業運航を担当した機体である。1984年に撮影された事故機1971年7月30日の午後3時28分。パンアメリカン航空845便は管制官の許可を受け、滑走路 HR から 離陸滑走を開始した。しかし、滑走途中で速度が十分に出ていないまま、滑走道端が急速に近づいてくることに危険を感じたため、離陸速度に達していなかったが、副操縦士がローテーション、と叫び機長は操縦桿を引いた。機体は浮上したもののその際に主脚を侵入塔に衝突させたため、衝突音とともに床を突き破って、構造材が客室に飛び込んできた。 一つは、乗客の一人の左足ともう一人の左腕を、砕きそのまま天井を突き破って、機体の外に飛び出した。二つ目は、乗客のいない座席四つを串刺しにした。三つ目は、乗客のいない座席とトイレを貫通し、客室後部の壁に突き刺さった。周辺の床は15センチメートルから30センチメートルに、渡って盛り上がってしまった。 機長は管制官に対し緊急着陸の許可を求めるとともに、空港上空を旋回し地上から車輪の状態の確認を求めた。結果、右側胴体下の主客は後方に跳ね上がって胴体にめり込み、左側も破損。貨物室、フラップ、水平安定板も激しく破損していた。またこの時、客室床を通る油圧系統3系統が使用不能となり、 天井を通る、残りの1系統を使用しての緊急着陸を余儀なくされることとなったが、使用可能だったのは、方向打は、下側一つ、昇降だは四つのうち右一つだけなどとのきなみ、打撃を受けていた。燃料を養生投機した後緊急着陸。機長は着陸と同時にエンジンレバーを逆噴射としたが、右側第四エンジンしか切り替わらなかったため、逆噴射を止めて、 全エンジンをカット。スポイラーも12枚中4枚しか立ち上がらなかった。このため機体の安定を保つことができず右に逸れて滑走路から飛び出し草むらを暴走。かろうじて着陸に成功したものの、衝撃の影響で一部の脱出スライドが作動せず、混乱が起きた。さらに、主客の損傷により、機体が前傾していたが、脱出スライドを使用しての脱出の途中に、 これが後ろ向きに傾き、前方で脱出していた人が背骨を折るなど負傷者が続出した。操縦系統の多重化などボーイング747のフェール政府思想が結果的に実証されることとなったが、運航、完成などミスの連鎖が事故を引き起こす原因となった。ありがとうございます。